銀座いつも止められて、車走れないから、ここら辺が私、こういう時はいい銀よ座でね。歩く大好き、まずは。そう、私も。でもなんか今日私たちの顔きれいに映れない。大丈夫、大丈夫。氷のセリフ、今回私言ったんだけど、いつも大丈夫、大丈夫って言うじゃん。聞こえると思うマズルよ。ちゃん、どうして今日すき焼きの珍しいあなたをすき焼き。ちょっと食べたくなったわ。マこズれルじゃちゃん、ん。すき焼きダメなの。マズルちゃんはもともとすき焼き好きなの。そう、すき焼き好きだよ。いつから？ 私ともう15年付き合って友達として付き合って1回もあなたすき焼き食べてるのは見たことない。すき焼き好きだよ、本当。うん？氷しか食べない。お待たせいたしました。今日は本当初めて。そう、こりちゃんもなんか。生卵食べるの？食べるでしょ。マッスル、生卵食べられたの？食べれないのはこりちゃんだけ。マッスル、ついてる？ついてると思います。ついてるよ。ついてる。生卵食べれないのはこりちゃんだけ。乾杯する？乾杯。ココアあといつまでですか？なんかこのビル自体はなくなるでしょ？8月の上旬に移る予定で、どこに移る？あの、向かいのメルさんに移る。あ、メルさんに。あ、CU のところに8回に移ることができる。あ、もうここ8回ですね。8回。あ、いい、いい。あそこ、ロシア料理があるメルさんに。7回。ただ、はっきりした日にちはまだ分かってないので、はい。はい、お通しお待たせしました。大体何月ですか？オープン予定が8月の上旬。8月上旬。でもよかったな、こならなくてよかった。これ大好きだもんね。僕も行きますよ、かな。ありがとうございます。私たち大好きでしょ、ここ。ね、すごい美味しいからね。ここは銀座の、あのしゃぶ禅のしゃぶしゃぶ、一人しゃぶしゃぶ、一人すき焼き、一人しゃぶしゃぶ、一人すき焼き、一人しゃぶしゃぶ。なんか元気ないね、今日。ちょっとワイン頼みなさい。ビールとかワイン頼みなさい。そんな元気ないマスラー、あまり見たことないよ。ワインとビールがあまり変わらないじゃん。変わる。テンション上がる。テンション上がる。私今一生懸命、すき焼き、しゃぶしゃぶ、すき焼き、しゃぶしゃぶ。あなた何もノーレアクションマンス。何あったの？本当に言って何あった？今変わってないよ。どうしたの？絶対何かあった。いつものマンスルと違う。そんなことないよ。いつものマンスル。違う。こっちはそんなにお腹空いてる？そうでもないよ。めっちゃ空いてる。すごい空いてる。私今日は11時にそばしか食べてない。あ、本当？サラダだけ。私そばだけど、すごい今お腹空いて、もうすごいお腹空いてる。だからよかった、空いてて。ここ普通はそんなに簡単入れない。もうちょっとしたらすごい混む。私昨日昼ここ来たら入れなかった。すごい並んでた。昨日一昨日かな。すごかった。何これ、昼あんなに並んでる。もう私ちょっと人生ちょっと用事があって、エレベーターから出てすごいしゃぶしゃぶ食べようかなと思ったら、エレベーターから出たら、あれ何これ、すっごい並んでて、もう戻った。これは無理。もうこのお店はどっかの、あのこういう本でしょ、観光の本とかに載ってるから、みんな外国人が結構多い。ここは SNS でこう上げてくれるんです。ああ、自分たち、あ、いろんな人たち、うん、外国人にすごい人気このお店。たくさんいる。そうね、SNS とか多分 YouTube とかそうやっていっぱい来る。マスルちゃん、アスパラトーク、アスパラトーク美味しいね。アスパラトーク美味しい。マンスールの生卵来てるじゃん。生卵。昨日の生卵。何、砂糖も入れるの、すき焼きの中。塗るよ。砂糖入れるの？砂糖は入れない。
なんか砂糖入れるよ、すき焼きの中。塩入れる。違う、砂糖入れるすき焼きの中。人いるだね、私はいる。砂糖はちょっとやめよう。そう、美味しい。うん、すごい美味しい、これは。なんかこういうじゃん、これあるとみんな変な目に見られちゃう。マイクがある。マイクあるともしかして私たちどっかの芸能人かもしれない。だからいい格好してて笑ってよ。こんな今日何こんなに悲しい顔してるの。こんな格好でいい。まあ、最後まで何あったか教えて。本当に人生何もないよ。いや、なんかいつもと違う。本当にごめんなさい。でもいつもと一緒だよ。これから全然笑ってないし、溶け買いに行くし、ビール飲む？一杯飲みたい？うん、すいません、ビール一杯をください。何で一杯？一番大きい方。ハイボールを渡しました。飲まないとあなたとこれからの撮影何もならない。そんなこと飲んだ方が調子乗る。うん、調子乗ると言わない。飲んだ方がテンション上がる。調子乗るじゃなかった？調子乗るって意味は全然違うよ。調子乗るなどういう？いつも使ってるのに、なんか調子に乗るなとか言ってるじゃないですか。そうそう、調子乗るな。調子に乗らないって。それはちょっとまだ違うよ。ありがとうございます。え、これ一番大きいサイズ。そう。マンスル乾杯。私のテンション上がるために、テンション上がるために飲んでください。いや、美味しい、うん、ビール最高。すっごい美味しかった、このアスパラトフォー。ね、美味しい、これ本当美味しい。このアスパラ豆腐は、豆腐の中にアスパラが入ってたでしょ、はい、白いアスパラでしょ、まず。だから美味しい。下はアスパラで、上は豆腐で、マヨネーズ、キュウリ。だからすごく美味しい。はい、私、このアスパラ豆腐食べたのはここだけ。そう？まず、そう、今、しゃぶしゃぶの話ですので、私は木掃除大好きでよく通ってるじゃん、うん、で、この間ポイントすごい溜まってる。で、この間木掃除で聞いたら、いくらポイントありますか？ 2万8000のポイント。食べに行こうよ。一番いいコースなのも。ポイントだけ使って。ポイントで食べよう。2万8000よ。いいね。だから一番大きいコース頼む。全部食べないとダメなの。いや、使わないと。あ、残るもちろん。2万8000のポイントで食べに行こう。だから全部、あの刺身入ってるとかも全部入ってるの頼んで食べよう。贅沢しよう。わかった。私一生懸命頑張ったでしょ、ポイント貯まって。ねえ、すごいね、そのぐらいのポイント。非掃除のポイント2万8000円です。それどこにあるの？何が？その店が。あちこちある。銀座にもあるよ。銀座にもある。非掃除。うん。あちこちある。すごいすき焼きの匂いしました。うわ、これすき焼き、すぐ蓋しないと怒られるよ。あ、蓋すぐしないと。なんでこんな嘘ついてるかってね、誰も怒られない。あ、もうお肉も入ってる。そう、お肉はこれか。マンスル、これ私のお肉、しゃぶしゃぶ。それ、コリさんのね。うわ、あ、ありがとうございます。お肉はお客様が入れて召し上がっていただいてます。そう、同じ。と、氷ちゃんの方はまだ違うね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ご飯です、ね。私はご飯で。私も普通のご飯で。ご飯とおかゆとラーメン。そう、いつもおかゆにするじゃん。うん、おかゆにするとすごいお腹すくまた。本当は昼間はおかゆはいいよね。夜はあれだけど、昼間はおかゆ。違います。反対。まあ、そうだけどね。夜はおかゆの方がいいけど、昼はどっち？
間違えた。だって朝はおかゆ。だから昼間って朝じゃん。朝というか、まあ朝ごはん食べてないときここに来るじゃん。マスーラ、奈良のマイクは左側へ離れてるから、で、こっちは右側へで話してるから全然ダメだよ。でも多分大丈夫、大丈夫。そういうとき氷ちゃんの取れるから、そう、だから大丈夫、大丈夫。あ、そういうことか。でもなんか私の声だ、これだけじゃない、そっちにも入るから。入るかな。そう、大丈夫。ありがとう。ありがとうございます。ご飯もすごい綺麗よね。そう。どうする？この卵ここに入れる？そこに入れる？ご飯？ご飯。ご飯ここの中入れるわけないじゃん。違う違う、卵。そんなが入れる？こんなが入れる？違うでしょ。卵はあの中に入れるわけないでしょ。生卵が苦手な方はあの火を中に入れたりもする。そう。卵溶いて、つけて食べるじゃないですか。そう。でも生卵が苦手な人は、中に入れても。そうしたら私も今度すき焼き食べられるじゃん。食べる。生卵をそこに入れたら食べられる。もし生の卵が苦手なら、まあ、そんなに入れて。だからすき焼きを食べないし。そう、そんなに。そう、初めて聞いた、そういうこと。だから今ご飯に入れてもいいし、その中に入れてもいいし、つけて食べてもいい。でマッシュルどうする、これ。つけて食べる。つけて食べる。卵一回おかわりできる。はい、一回だけおかわり。ありがとうございます。ちょっと辛くしようか。私はポン酢。ポン酢と。ポン酢。ごまだれと。ごまだれと。このごまだれ最高、一番美味しいこのお店のごまだれ。で、このごまだれにこのラー油、うん、ラー油をかけるとすっごい美味しいよ。ラー油少なくない？少ないのかな。ちょっとラー油、私卵に入れた。これ混ぜてで、すごい美味しい。ラー油はで、これをこんなお肉みんなに伝われられない美味しさは、カメラは撮れてないじゃん。だからこんなのは撮れてないの。マスルさんの鍋の中。と別で撮るよ、後で。そう、こんなのに入れて、すき焼きと一緒に。すごい美味しそう。で、これを卵の中に入れて、で、これでいく。マンスルすごくない？生卵食べる。おいしい。でも生卵言っても肉あったかいから、うん、ちょっとだけ固まっちゃう。そこまで生でも。まあ、かもしれないね。そう、おいしいよ。本当おいしい。こいちゃん食べた方がいいよ、生卵。いや、今度私もすき焼き頼んで生卵中に入れる。そうね。それやってみよう。それでいいんじゃない？うん、そう、すごいいい肉。まあ、今入れて。じゃあ私はね、私は全部これを入れる。順番じゃなくて全部。全部鍋に入れて。全部に入れて。で。お肉を入れて、ご飯知ってるよ、私このだあのごまはご飯にかけるのは大好き。あ、いいね。すごい美味しい。ごまご飯聞いたことない。ごまご飯美味しいよ。初めて聞いた、ごまご飯。でも確かに誰か日本人の方教えてもらったよ。あ、そうなの。そう、今待ってる、ブツブツなるまでに待ってる。これすごい。ご飯時間かかる。あれ、野菜時間かかる。よく気にしないで、さっき食べていいよ。
私またゆっくりで。うん、もちろん。ご飯だけ食べれば。いやー、これ見て。すごい。でも私あまり。最高。ネギもある。入れない。ゴリちゃん入れないよね。中に入れるの？そう、中に入れてちょっと茹でた方が甘さ出る。さっきからじゃあもうお肉入れる。このお肉を入れます。ポン酢。これ知ってる？もみじおろし。あ、もみじおろし、ね、なんでもみじおろし？なんでもみじおろしなの？もみじの色をしてるかな。違う、もみじおろしはこれ大根でしょ、うん、だけどなんでもみじおろし？わかんない。私もわかんない。もみじからの色かな。そうなの、わかんない。じゃあいただきます。おいしい。あ、ごまだれだった。なんで私ポン酢で食べるようにした。ポン酢は野菜、ごまだれでお肉。まあいいよ、間違えた。うん、今の肉こっちにつければいいの。味は全然変わる。本当、うん、そう、サラダはこんなわ、うんうん、お肉はごまだれで、あの野菜はポン酢。次はお肉ごまに入れたからごまで食べてみよう。ごまだれはすごい美味しいよ。いいね。ごまだれの方が正しい。火が強くない？うん、このお店はいつも火が強い。そう、でも弱くしてって言ったらやってくれるよ。やってくれるけど、私思うのは、私の考えだよ、うん、強くしてるのはもう早く食べて早く帰りなさい。すごく並んでるから、強くして次の人入りたいから、次の人入るためにもう強くして早く食べるようにじゃないのかな。そんなことない。いや、あると思うよ。ゆっくりだったら、まあ、早く帰ってほしいかもしれないけど、でもわざわざなんかするわけないと思う。違う、わざわざじゃなくてお店の秘密。うん、お店。そうすればお客さんも早く食べるから出るでしょ、すぐに。だってここ30分もかからないでしょ。ありがとう。美味しい、野菜も美味しいし、なんていう、野菜の甘さが出てくるし、うん、口の中とても踊ってるし、すっごい美味しい。ゴリちゃんも踊ってる。踊り始まってるだな。それは私だけじゃないんだ、うんうん、みんないるよね、なんか、うん、すごい美味しい。ここはやっぱり、でもね、夏になるとしゃぶしゃぶ食べる人が少なくなるじゃない？なでもこのお店は夏でもすごい並んでる。よくわからない。なんで？でもここなくなるのは本当に寂しいな、うんうん。でも新しいところ行こうって言ったら。でも同じ人でしゃぶしゃぶになるのかな？なると思う。じゃあ肉も入れよ。こんなにお客さんいるのに本当なくなったらもったいないじゃん。いや、このお店は結構お客さんいるからなくならないと思うよ。そうそう、建物なくなるけど新しいところに、うん、でも本当いいところで並ぶのは日本人、うん、外国はそこまで並ばない。でも外国人もいっぱい行ったよ。あ、ここで並ぶけど、外国で、あ、ないない、あんまりご飯食べるため並ぶのは、いるけど少ない。そうそう。
日本では並ぶのはあの普通のかな、ね、普通多分美味しいところが並んで入るとなんかもっと美味しいって感じる、あのなんか気持ちになるんじゃないかな、かもしれない、うん、今はそういうしゃぶしゃぶ食べてるから一人でしゃぶしゃぶでしょ、うん、で私自分の鍋に自分の箸を入れるでしょ、そう、そしたら覚えてる、軽井沢じゃない、うどんのお店行ったじゃん、あれどこだった、新宿の近く、軽井沢じゃない、新宿の近くのあの有名な、なんだっけ、いつも行ってるところだけど、あれなんだっけ、神楽坂でうどんのお店の撮影したでしょ、であのうどんのお店の中で私あの鍋あったでしょ、で私言った別の箸をください、みんな3人で行ったでしょ、みんな鍋入れるとダメだよ、そしたら今さらあのコメントが来てる、日本の文化は同じ足を入れる、そういう文化あるの、それ文化になる、日本の文化であの江戸時代からみんな同じ箸入れた、それは日本の文化、そういう文化あるの、だって一番、一番汚いのは口の中でしょ、一番汚いのは口の中で自分の箸を入れてまたみんなと同じ鍋にみんな入れるのよくないじゃない、でそれ聞いたらすごい、家族だったら家族の中でも全員やってると思うんだけど、やってる人は多いね。でもダメダメ。本当に口の中、バイキンが一番多いから、それだけやっぱり今、だっていろんなコロナとかいろいろインフルエンザとかいろいろ出てきてるじゃん、今。うん、でしょ、だから今、よほど今気をつけないといけないのに、なんかこれちゃん間違えたよ。あの日本の文化だから、江戸時代からみんな同じ箸で食べてるから、だから、どうだろうね、日本の文化、えこれ日本の文化のかな、ちょっとそれ知りたいね、本当に同じ箸で食べるのは日本の文化、同じ箸じゃなくて、なんでみんな箸同じ鍋に入れる、みんな同じお皿から取って食べたりとか、あとお鍋に自分の今私口の中に入れてる箸はマンソルと同じ鍋に入れるのはあまり良くないと思うよ、うん、なるほど、今日私は結構ずっといつも入れてる、ん食べて入れたりするよ、良くないけど自分もわかるけど全然忘れる、私の鍋に、うん、それはダメ今私の鍋に入れてるわけないでしょ、入れてた、でも本当一緒に食べるときはあるよ、それはダメ、絶対ダメ、ちゃんと新しい箸でみんなの分を取りましょう、それはね、なんか日本の文化と聞いたらそんな文化あるの、そうね、わかる、ね、すごいお腹いっぱい、もうお腹いっぱい早くない今日、ね、でもコーヒーとパン食べる今日、うん、ちゃん、うん、まず時計買いに行こう、でもよく我慢して時計買う前にここに来たり、私だったら先に声、お腹空いてた、私だったら絶対先に時計買って、あの後でここに来る、すごい迷ってた、あなたはここに先に来て今入れるよと言ったから、あ、そういうこと、じゃあ時計のところ行ったらここに戻ってきたら並ぶのは嫌だから、ああだからもうあの時もすごいお腹空いてたし、だからもうしょうがない、ここすぐ食べて時計買いに行こうかなと思った、時計買いに行こう、どう思う？うん。ご飯お代わりいかがですか？お願いできる？ありがとう。なんか2回分だけでいいですよ。はい。2回までだけね。マンスール2回までお代わりだから結構たっぷりもらった方がいいよ。うん、ちょっと3回はもうできないんだって。前は3回4回できた。卵は2回だけ。ご飯は何回もできた、ご飯も変わった、ご飯も変わった、あ、そうなの、ご飯はお代わりできますけど大丈夫です、大丈夫です、ご飯はご飯何回、自由、自由、そうそう、ご飯は自由、あ、じゃあ変わったな、私は聞き間違えた、だからびっくりした、卵だけもう一回できるらしい、
ネギいっぱい食べた。ネギもいっぱい食べた。マスネギいっぱい食べた。これからなんか臭いじゃん。どうしろ。移動。移動。私から離れた方がいい。ひどいな。笑うとこじゃない。してるでしょ、私。そういう匂い好きじゃない。臭くなるわけないでしょ。それであなた結構食べた。全部ネギ、この皿はあなた食べた。全部食べたじゃん、ネギは。ちょっとしか残ってない。臭くなるのは多分ニンニクじゃない。このネギお待たせしました。ありがとうございます。このネギすごい臭い。匂いがすごいする。このネギはすごい強い。知ってんの？はい。熱いです。気をつけてください。はい。これはスープね。マンスール、私は自分 の, あの作ったしゃぶしゃぶのところからで、あの、あなたにもスープを作ってもらいました。どうですか？ありがとうございます。飲みますか？飲んでみよう。すごい美味しい、これは。お肉の出汁すごい出る。私たち動画を始まったら挨拶してなかったじゃん。動画の挨拶してないの？ひどいな、私たち。皆さんに挨拶しなかった。外に出たら最初なんか撮って挨拶する。外に出たらさよならでしょ。今は挨拶。ずっと食べて誰にも挨拶してないじゃん。ごめんなさい。先じゃあ挨拶しよう。皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。皆さん。挨拶遅くなってごめんなさい。挨拶遅くなってごめんなさい。お腹すきすぎてご飯のことしか考えてなかった。ええ、うん。だけどいつも私たち挨拶してる？いつも挨拶してるよ。どういう皆さんこんにちは。今日もこう今日も最後まで見てくださいと言ってるじゃん。じゃあやり直そう。皆さんこんにちは。今日はマンスールとあの銀座のしゃぶしゃぶ行く予定です。ここのしゃぶしゃぶは一番最初、私 YouTube を始まったところでまだマンスールちゃんと一緒に出てないところで。何回も来てる。何回も来たけど、一番最初私 YouTube 始まってここで撮影一回したことあります。あるあるね。で、あの時から、このお店からマンスールとの YouTube を始まった。このお店、あの時はマンスールと昼あって、このお店来て、で、マンスール、小泉さんどうしたの YouTube 始まってるの？で、あの時コロナだったから、じゃあなんか暇で、あのちょっと YouTube やろうかなと思ってたけど、一人でやってるから、なかなかうまくいってないからどうしようかなと言って、で、マンスールは、じゃあ一緒にやろうよと言ったよね。待って。それで一番マンスールと一緒にやった動画はこのお店でした。でもあの時マンスールの顔出てた？それとも声だけ？顔出してない。うん、声だけで。そう。声だけ出てて、で、その後マンスール顔も出してよ、一緒にやろうよ。じゃあ一緒にやりましょうと言って、あそこからずっと記憶でマンスールと動画はいろんな動画を撮っております。そう、その時からみんなのなんか優しいコメントをもらってます。そう、ずっと優しいコメントをもらってます。優しすぎるよね。そう。じゃあ最後、皆さん最後までぜひ見てください。ここのしゃぶしゃぶは銀座のコアビルの地下2階にあるので、でもここのしゃぶしゃぶはこのビル時代は8月なくなるから、しゃぶしゃぶはこの泥を割ったところで移るみたいので、8階メールさんの8階に移るから、そうすっごいここ美味しい、一人のしゃぶしゃぶでとても混んでるお店ですので、外国人にもとても人気です。そう、すごい美味しい、ここはさ、そう、そう、すごい、すごい、すごい美味しい。そう、しゃぶしゃぶ食べたいと思ったらここに来てください。一人でも入れるからね。うん、入れる、入れる。スープも最後のスープの出汁はすごい美味しいよね。美味しい。本当はここは私たちご飯と飲まなかったら、このスープの中にラーメンを入れる。あ、入れるよね。ラーメンを入れて食べる。もっと美味しい。マンスル、私たちデザートも頼まなきゃいけないよ。デザートもついてるの？デザートもついてる。すいません、デザート入ってる。これデザートも入ってる。デザートも入ってセットでございます。よろしければメニュー表でございます。たくさんあります。マンスルちゃん何にする？私、くずきり。くずきり、かしこまりました。同じのでいいです。くずきり、かしこまりました。お願いします。くずきり、美味しいですね。
ね、すぐなんだ、お腹いっぱいになった、お腹すごいいっぱいコーヒーだけ残してる、なんですか、めっちゃ美味しい、大好きアイスクリームよりくずきりの方がいいやっぱりしゃぶしゃぶの後くずきりやっぱり日本人も好きだよね、日本人も好き、あーお腹いっぱい、お腹いっぱいでくずきりを食べて時計買いに行きましょう、ありがとうございます、マッスルくずきりよ、くずきり来た、私の方も来た、このお店ね、シャブゼンという名前、シャブゼン、しょ、あー中に入れてダメ、はい、これ中に入れるわけないよ、マッスル、これこうつけて食べるの、そうよ、ここに入れたらダメ、ダメ、なんで入れようとした、これ入れた方がなんか楽、しかし毎回つけるよりこの中に入れたら楽だなと思って、いやそんなことありえないと思うよ、わかんない、この食べ方見たことない、違う、それも絶対できると思う、うずきりを出して、うずきりを出して氷、氷入ってる、氷ちゃん入ってる、この中に氷ちゃんを食べてよ入ってるなら食べて、すごい冷たいから諦める、すぐね。でこれをつけて、はい、美味しいでしょ、そういう食べ方よ、マッセルちゃん、くず切りを、くず切りの中氷があるでしょ、氷がある、氷を食べて本物の氷の味は分かる、本物の氷もとても冷たいから、マッセルちゃんやっぱりくず切りだ、美味しいよね、どうですか、すごい、これ太らないでしょ、太らないね、でもソースは太る、そうじゃね、で踊ってますか、うん、踊ってない、小豆汁は踊り出そうとなんていう、頑張ってる、踊る、でもすぐ滑って、ああ滑るからすぐ中に入る、見方4人ともではないで、はい、あの見て踊ろうとしてるけど滑るから踊れない、滑るから踊れない、だからくず切りの、くず切りの味は口の中は一瞬だけで分かる、うん、分かる、入れた瞬間でくず切りの味分かる、もうちょっと口の中行ったら、もうなんか何も味溶けていく、そう、溶けてじゃない、味なくなる、多分そのソースの味がだけだからね、そうそうそう、これ何、米、わかんない、お米でできて、そう、わかんない、お米だったら太るよ、もちろん太る、もしお米だったら太る、うん、多分米だと思う、ね、お米だと思う、私は、もういいよ。